ますね。左、書籍左。オッケー、オッケー、オッケー。書籍左なんちゃうのね。書籍左なんちゃうのね。ねえ、書籍左じゃないのね。びっくりした。まだいると思うんだけど、どうする。少女時代はじいじい。じゃあ僕のこと知らない方たくさんいらっしゃると思いますので自己紹介しますね。雨降ってザーザー、少女時代はじいじい。俺の名前はズズズズズね。おー、言い切った、すごい。言い切った、言い切った。もう一回やって、もう一回やるもんじゃない、もう一回やって、もう一回やるもんじゃない、言って、もう一回やって、もう一回やって、じゃあ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 、もう一回やるもんじゃない、一生のお願い、一生のお願い、本当この通り、この通り、この通り、こんなんで一生のお願い、この通り、一生のお願い、この通り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 、一生のお願い、じゃあ、僕のこと知らない方たくさんいらっしゃると思うので自己紹介しますね。雨降ってザーザー、少女時代は GD。自己紹介を聞きたいなってなって、うん、暗くなっていったんで、目が原因で暗くなってるみたいな。別に行っちゃうし。そういうことか。あのズズさんが自己紹介しようとする絶妙のタイミングでコミサボがなってたんで、あ絶対あそこにはいたんですよ。ただそれがズズさん本人自分でやってるとしたらな、結構確かに結構やったのか、あいつ実際のところどうなんだろう。痛くて悪かったね。自分でやってた。やってる。椅子に一人だ。怖いな。お前の声が。ざまあ見ろ。すいません、これ中央です、中央です、中央です。中央ってどこの？中央ってなんで？カフェテリアのエマージンシー。エマージンシー。エマージンシーです。エマージンシー。カフェテリア誰がいたんですか？今最後。カフェテリア一人です。センターみたいなことね。え？誰一人って？誰？ぼ、え、僕トシン。あ、トシンさんがいたの。はい。え、ちょっと待って。あの俺直前にアドミ見たんだけど、アドミでカフェテリア二人だったんで、それポンズさんとトシンさんじゃない？いやいや、違う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 、あの僕中央ですよ、中央。嘘でしょ、中央って言うんだよ、真ん中のボタンの。これ僕がアドミンに入る前に誰かやってますね。7やってもじゃあしてもだ、違うな。よし、さあ来い、ダウンロード1、よっしゃしゃっ、オッケー、ラブラブランディング。おい、パンプを取ってたやついる今。あ死んでる。何回次やってんの、ね、マス中に。あ、ありえないんだけど、ね、そんなにヘイト、こんなに一生懸命やってんのにさ、インポスターより怖いやん。中野っち、今僕が怒ってた時に、はい、今僕が怒ってた時のインポスターより怖いって言ったじゃん。それってつまり僕がインポスターじゃないってことが中野地点で透けてるんだ。なるほど、ね、ああそう、ああはい、あのなるほど、お前インポスターだ、はいはい、おい、なんやお前インポスターだ、できやんねー。あれ、霊界うるせえんだよ。ずーっと声聞こえてんだよ。そごめんなさい。ギャー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 、うるせえんだよ霊界。ごめんなさい、喋ってましたよ私。めっちゃごめんなさい。最初にポンゼロ殺すくらいの時、左側からお主さんの悲鳴がずっと聞こえてた。すでに死んでたんだよねその時。わかった、じゃあ寺川さんオチ任せましたよ。やばいやつ、一番辛いやつや。え、これ終わり？すごい、終わりみたいな、面白いこと見せてくれた。やばいやつだな、これはまずいですよ。
やってくれたな。嫌なふりしちゃったな。どうなんだろうな。嫌なふりしちゃった。テラテラしちゃってくださいよ。おお。あれ？落ちの落ち。怖い。わー食べられた、主人さんが食べられたぞー、悲しいなー。ポンズさん、いくら声似てるからって、アルマさん今ポンズさんが僕に化けた上に、あなたのハートに、あなたのハートにって言ってましたよ。ごめんなさい、突進さんが言ってるかと思って。いや突進さんじゃないですよね。いや突進が突進で言うわけじゃないじゃないですか。2人いたんですよ。突進さんが言ってんでしょ、多分言ってたっけ。はい、中ポンのどっちか、どっちかなんだよな。さあ自分あのロアまで行ってます。ロアでタスク終わってます。あ、僕あの上ポンズで200個ぐらい隕石落としてました。ポンズやろ絶対無理だ。落とすぎだ、落とすぎ。え、俺になっちゃう。あ、あれだ、のちさんが録音してるんじゃない、もしかして。ねえ、してん、ど、何を録音する、録音されてる。あ、あの、うん、私は普通になんかそう、ズズさんに一緒に行って白そうめんしようって言われて、でも2人でいるのは怖いから3人でいようって提案をしたんですよ、うん、そしたら3人は、うん、よくない危ないって言われたから、うん、怖くなって離れました。分かった、じゃあ分かった分かった分かった、怖くなくなるまでいるから、怖くなくなるまでいるから。怖いよ。それだ、ずっといるから。それだよ、それ。怖くなくなるまで大丈夫大丈夫大丈夫、守るよ。え、私じゃあ左行きますね。左。ちょっと左。オッケー。オッケー。初手左なんちゃうのね。初手左なんちゃうのね。ねえ、初手左じゃないのね。ねえ、初手左じゃないの。行かないことにした。ねえ。行かないことにしたの？そうだろ？待つよ。私待つよ。いつまでも待つよ。おしさん大丈夫？